はスタジオの山です。ということでね、今日もディズニーに来ております。今日はボール転がしゲームに挑戦したいと思います。まず1ゲームですが、ボールは4球です。4球。ボールを置く場所はこの例の手前側はこちらに置いてください。はい。ボールから手離せますかです。あとはハンドル操作しながらボールが落ちないように進めまして、ボールは目の前のジャングルです。おー、2回目。ボールのジャングルに入れば成功です。お注意事項ですが、1回手離してしまったボールはやり直しはできませんのでご注意ください。はい。以上となってます。ではお一人目のチャレンジですね。はい。ではやっていきます。え、あ、あれ、仮にあれで入っちゃったとしても、あり。え？やってやろうじゃないか。惜しいね。あれ、これはちょっと厳しいな。では次の方に行こうとなります。さあ結果こちら。またチャームですね。前回もらえなかった2種類、こちらミッキー、ミニー。で被っちゃうけどグーフィーで、え、ミッキーある？何が被ってんの？グーフィーか、あ、違う、ミッキーが被ってる。あ、ミッキーが被ってんのか。はい、丸太取りで取れなかった方の丸太取り丸太の方でね、取れなかったグーフィーとミニーちゃん、こちらですね。ミッキーはちょっと被って、いや残念ですね。あのジャンプしたので入ればね、かっこよかったんですけどね。ちょっと賞金王のね、流すたりますね、あれで。あれで入ればホールインワンだったんですよ。ちょっとね、皆さんも挑戦してね、ジャングルにね、ボール叩き込んでやってください。ということで、今回は以上です。